昔ね、この辺りに、まあ、Google マップとか昔のストリートビューを見たら分かると思うんですけども、なんかテーマパークっていうか、なんかスポーツ公園、まあ、遊具あったりとか、なんかそういう山の上の遊び場みたいなのがあったんですけども、まあなんか閉園というかなくなってしまって、でその後、まあ、解体されたようなエリアです。今はもう本当にあのこういう道路があるだけで、もう全部更地じゃないですかね。もうほぼ更地になってます。この辺とかもなんか建物がありました。まあ、最近まであの遊具とか残ってたんですけども、それも全部撤去されました。ちょっと歩いていきます。なんか宿泊施設、ちょうどあの目の前に見えるあたりに、まあ、遊具とかね昔あったんですけど今はないですね。古い建物ですね。もう今使われてないです。下駄箱かあります。研修施設みたいな。渡り廊下があって、地下貯蔵タンク注入口。朝日、西日本朝日なんとか、あ、スポーツセンターですかね。西日本スポーツセンター
バイキング朝食大浴場これなんかちょっと遊具みたいな遊具かなこれ。なんか座る系ですね。座ってなんかするような遊具なのかちょっと謎なものですねこれ。あ、その奥にもトイレ、仮設トイレ。あ、なんか小屋が。おお、西日本朝日スポーツセンターですかね。
だいぶ傾いてますけど、まあ、ここがあの駐車場とかの整備するため の、 あの道具とかを置いてたのかもしれないですね。缶の飲み口がめちゃめちゃ古いで、もうなんか昭和の終わり頃に閉店したのかな。道には分からなかった街灯があります。臨時駐車場みたいな感じで使われていたのかな。元の、スポーツセンターの大きな建物に戻ってきました。もう今は使われてなくて、もう廃墟になってるんですけども、カラーコーンがあって、まあその立ち入り禁止のそういうあの標識みたいなのはないんですけども、まああの仕切りをしてるような感じですね。まあ結構まあこの辺はもう昔からあの来る人が多いんで、まあここもね時期に解体されるのかなっていう感じでございますね。なんか結構あの重機が入ってたりとか、多分このさっき言った道とかもあのこの先に結構まだなんかあるのかもしれないですね。でもまあ立派な建物、遊び場がねこの山の上にあったということでちょっと気になっておいたんですけども、昔は泊まれたりしてたのかなっていう雰囲気ですねこれ、はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。